春南風。皆さんこんにちは、南風セリカです。この番組はパチンコタレントとしてまだまだ発展途上の私をレベルアップさせるため、ライターさんと共に実践も行い、パチンコの心をいろいろと教わるという番組になっております。そして今回の指南役はこの方。はい、パチンコ処分クライマックスのなるみんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。またまた前回に引き続き、はい、地球じゃない星から遠藤はるばるお越しいただいてありがとうございます、ね、いえいえ。どうですか地球のお昼ご飯は。お昼ご飯、うん、もうね最高です。毎日食べたい。毎日食べたい地球のご飯。あ、毎日食べてない。宇宙はじゃあ逆に何を食べてる。宇宙は宇宙食ですから。あ、なんかあの液状のやつ。あ、液状のものをじゃあ毎日食べてる。チュラララって液状のやつこうチュラララって、うん、あ、そうなんですね。どうしようかな、どうしたらいいかな。どうし、チュルルって食べた。さっきもおうどんチュルルって食べてましたよね。チュルルっとしたものが好きです。地球暑いですね、本当本当に暑いです今日はね。もうずっと暑い暑いって言って、ただナルミンの、はい、台もめっちゃ暑いじゃないですか今日。激暑いちちちちちちです。そうなんですよ。今回も前回に引き続き CR 徹夜3徹夜 CR 徹夜売人のいただき引き続き実践ということなんですけど、ここから私の解説で。そうです、はい、テリピちゃんの解説で。はい、ちょっと、ま、なかなかね難しいところなんですが、ここを数目指して頑張るんで。徹夜したから大丈夫。徹夜だけに徹夜の成果をちょっと見せるように頑張るんで、よろしくお願いします。それでは早速実践スタートです。
かったっていうのもあるのかな。お、なんだなんだ、なんか今のプシュン、プシュンってなりましたね。あ、時間ローズ、これは4倍速って今左上に出てるんですけど、これが2倍速とか4倍速とか増えて、最終的に32倍速まで行って、やっとあ、ちょっと期待できるかなっていうところまで行きます。おおおお、お、行った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 よ、行った。あ、でも緑浮遊ですね。まだでも上がる可能性あるから上がってくれたらいいけど。すごい、あ、お、吹き替え、バイマン、それもどんどんいっぱいに繰り返した方が良かったけど、お、タイニーナッシュ、技の色が赤、赤も出るまま、うん、この時点ですごい微妙ですね。うわー、まあ、でもなんか前半ですごい学んだのが、本当にこれぐらいでは当たらないだよ。
ジで徹夜した甲斐があるよ。徹夜はどこに。いや本当に何回も言うけど本当に。すごいざっくりしたお題やね。すごい、もう大勝負の時ね、うん、そんな喜んでローンってする人ジャンソーにいなそうだけど。いやだって喜びいいでしょ。ローンはちょっと求めてたものとは違うらしい。えじゃあなんでね、やってみて。ハブ出てき
今赤文字だった。あら赤文字だったんで多分負けはない。よしこちらから当てたい。私も今リーチかかりそうだったんですけどちょっとわかんない。あ、ハブハブハブ。せーの、ハブアナイスデイ。すぐ言えた、すぐ言えた。いや、当たる当たる。もうこれはいいことしかないよ。ハブが出てきてるから。出てるから。あー、リンボー、やったー。ミラクル、すごいすごい。ハブアナイスデイパワー。ハブアナイスデイ、素晴らしい。ハブアナイスデイ。あら、ピンクやんか。でもこの人期待度高いから。ただ保留連出が出てないから。わ、え、まさか負けるパターン。今のセリフでヤバいっすって出たから、それはちょっとヤバいです。あ、でも一応灰に文字は書いてある。ポンされた。やだ、こんな弱いやつに負けたくない。あ、私、なにこれ、見て。あ、見て、これ土佐県リーチ行くかも。土佐県リーチ、これ行くかも。びっくりした今。え、え、なにこれ、今日初めて。これで土佐県リーチ。これが噂の本気最低レッジ土佐県リーチ。あ、やばい、2ラウンドランプついちゃった。え、かっこいい。あ、ちょ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 、かっこいい。今から
はずです。ちょっとこの見せ方は問題があると思うんです。勘違いする人が多分多いと思うし、このままじゃこの機種ちょっと煙たがられるんじゃないかなって。ハブさんの力でどうにかなりませんかね。わかりました。あ、じゃあちょっと対応していただけると嬉しいです。はい、はい、それではハブはナイスです。 ありがとうございます。失礼します。すごい、ハブさん、ハブさん本人からハブはナイスですって言われた。いいな、私も言われたかった。変わればよかった。ちょっとそのままハブはナイスですって言われてすぐ切られちゃったから。いいな。あのね、あんまり疑いたくないんだけど、さっきのハブって本当はセリピッピだったんでしょ。なんかどっかで聞いたことある声だなって思ったのは、ハブさん、ハブさんこんな声だっけと思って、でどっかで聞いたことあるなと思って。いやいや違う違う。なんでそこを掘り下げるの？気のせいかな。いや、なんでそこ掘り下げるの？ちょっとなんか気になっちゃって。違うよ。ちゃんとハブさん出ました。ならいいんだけど。電話したら会えるかな。会いたい。会いたい。もしもし、お疲れ様です。南風なんですよ。はい。そうなんです。本日歌っていただいてありがとうございました。あとちょっとうちのナルミンの方が挨拶したいってことなんで。あ、うちも一回ありますね。うちもまた電話で。ハブさん、ハブさん。あ、さっきはどうもでした。お疲れ。お疲れ様です。なんつだ？なんて？ちょっと一旦テレビに変わります。なんだ？まあいいって。もしよかった。気のせいかな。なんかやっぱテレビちゃんがずっと喋ってるように見えた。まあ、また各編中いっぱい出てきてくださいね、ハブさん。じゃあ最後にあの言葉聞かせてもらっていいですかね。ダメですか。いいよ。なんか前向いとき声ちっちゃくなってるけど大丈夫かな。ハブはナイスです。ありがとうございます。では失礼します。よかったな。なかなか喋られへんよ本物と。あれ、私の人脈に感謝して。私が喋ってたハブさん本物。さて、お疲れ様でした。ですね。ねえ。はい。え、まずはじゃあ、どうなることかと思ったけど、結果発表私からしますね。はい。はい、え、私は投資が2750玉、回収0玉ということで、え、マイナス2750玉となりました。はい。うちは投資が1125玉、回収が18494玉ということで、収支がプラス17369玉でした。はあ、こんなに出ると。ハブはナイスでやった。じゃ解説もちょっと若干昨日諦めてたぐらい自信なかったんですけど、点数どうなってるんかめっちゃ気になって、もう会話弾ませられないんですけど。もう聞いていいですか。聞いちゃいます。結構じゃあ発表します。はい。今回のセリピの点数はこちらです。じゃじゃん。おお、クオカードいってる。クオカードプレゼントで、これもしかしてハーブ、ハーブもしかしてハブさん電話したから
それもあるし、ハブさんの電話のおかげもあるけど、うち的に本当テリピあんま徹夜馴染みないって言ってたから、はい、馴染みないです全然。今日やばいと思ってたんですよ、まあ、うち自身もちょっとやばい、やばかったけど、でも後半本当もう全部スラスラっと言えて、あ、案外いいね。そう、なんか四大演出もすごい入ってきました、前半教えてもらったことが。今回は80点以上、ありがとうございます。はい、なんでちょっとまた久々にクオカードプレゼントをさせていただきたいんで、ぜひどしどしご応募してください。待ってます。ちょっとまだ早いですけど、来年もよろしくお願いします。こちらこそ、良いお年を。はい、ちょっと早いですけど良いクリスマス。いや、それもまだちょっと早いですけど、良い冬を、良い冬を、はい、お過ごしください。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた各週南風でお会いしましょう。バイバーイ。 Have a nice day。 Have a nice day。